3回裏ロッテ無視、2打席連続となる中越本塁打を放つ井上、撮影、横山健太、より小さいアイフレーム SRC イコール、すす、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールボール .news、エリアイコールレクタングル .innews、aamsz イコール 300x250、oencjp イコール utf8、ノレシゼスクローリングイコール、ノー、スペースイコール、0、v、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、300、ハイトイコール、600、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きい、マイフレームより大きいより小さいロッテ6-2楽天、31日、ソゾマリン、4番1塁、で先発したロッテ井上聖也内野手、28、が今季1、2号となる2本塁打をマーク、2安打2打点の活躍で開幕2戦目にして井口タスク、陣監督、43、に初勝利をプレゼントした。井上は初回に左翼ポール際へ本塁打を打ち込むと、3回にはシュート回転でマコトン。中に入ってくる美馬の143キロ直球をセンターバックスクリーン右へ運んだ。井上はオープン戦終盤に調子を落とし、打率2割、1本塁打でシーズンに突入。30日の開幕戦は1安打、打点なしの結果で、チームも敗れた。だが、この日は、本塁打を、1本早く出したいのは、だけど、今日は落ち着いて自分の仕事ができた。井口監督が現役の時からアドバイスされてきたセッター中心の打撃を心がけて結果を出した。井口監督は、今年は井上にとって一番の地であり、一番のピンチだ、という、レギュラーに定着できるかどうか瀬戸際の年に、井上はオフから中日大島の自主トレに参加、例年とは違った体づくりに取り組んできた、疲労時のバランストレーニングをしてきました。疲労時にはバランスが崩れやすい。そこで体幹周りを鍛えて、疲労した時にいかに自分の体を扱えるか、体にこういう風に動くんだよという信号を送るトレーニングを積んできました。これを1年間続けたい。現在、角中が故障離脱中、中村らと共にロッテ打線の中軸を担う上には、今後も大きな期待がかかる。クリエイティブディレクター斉藤誠一が心を動かされたデザイン知ってましたか？家の売却価格が変わる効果的な方法があるんです。59歳、薬満絶賛サプリ。朝のグダグダ感なんて忘れました。夫がまるで30代。40から50代男性の注文多数、スポンサードブルオの、絵描き歌、できた。より小さいアイフレーム SRC イコール、トゥス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールオーダー、エリアイコールパブ01、aamsz イコール 120x120、oencjp イコール utf8、ノレシゼ SC、ローリングイコール、ノー、スペースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、120、ハイトイコール、120、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きいより小さい、アイフレームより大きい関連キーワードで検索プロ野球プロ野球ロッテ井上聖也。